ソルカン橋一完成直前の初代ソルカン橋。主アーチの上には、現在とは異なる5つ穴のサブアーチがある。爆破されたソルカン橋鉄骨トラス構造による仮設胸筋系ソルカン橋とソルカン地区の町並みソルカン橋は、西スロベニアのバゴリザ市郊外のソチャ川に架か,かる全長219.7メートルのアーチ橋である。 モダンデザインのウィーン分離派時代の1900年から1905年に建設され、1906年に、景観85メートルの鉄道橋としては、当時最長の石橋が完成した。その後、鉄筋コンクリートを用いた建設技術が主流となったため、鉄道橋としてのこの記録は現在でも更新されていない。建築家、ルードルフ・イスナーとエンジニアのレオポルド・オーレが、 最初に80メートルの石のアーチ橋として設計し、1904年から1905年にウィーンの建設会社によって施行された。1904年の春、建築会社は、軽度の地盤のため設計の見直しを行い、アーチの景観を85メートルに増やし、4533個のブロックで組み上げられた。1906年7月19日に、イエセニツエから、 ゴリツヤへの鉄道として、オーストリア皇位継承者、フランツ・フェルディナント対抗行刑の下開業した。第一次世界大戦の1916年8月、オーストリアの兵士たちは敵軍に使用されることを防ぐためソルカンチックから撤退する際に9 3 0ラムの爆薬を使い、橋を破壊した。戦後、イタリア人は、かつて立っていた同じ場所に、 1918年に一時的な鉄骨構造の橋を架け、1925年4月から新しい橋の建設を始め、そして1927年に完成させた。この橋は5つ穴の上部サブアーチが4つに変わったことを除き、最初のものと非常に類似していた。第二次世界大戦の間も、 橋は爆弾による攻撃を受けたが、1944年8月10日の攻撃では爆弾は橋には当たらず、1945年3月15日の爆弾は不発に終わり、最小の損害に止められた。ありがとうございます。